役割がランダムに決まります。そのままお待ちください。いろんなのでね。あなたの役割は、グレー審議ってね、力量に左右されるよ。夜になりました。さっきの例はね、絶対俺観戦で見てたら、例決め打つ人とさ、ロラ思考の人を褒めてる奴がいてさ、霊能についてどっちが死んだと思う？霊ロラを褒めてる奴なんてもう死んじゃねえだろっていうレベル、もうゴズリ一本。もう一番死ん決め打ち、終わり。これ俺悪くないからね。決め打つと言ったら俺釣ってんだから村が。ロラの人を、ロラ信仰の人を褒めてる奴と、決め打つ奴を釣ってんだから俺の責任じゃないから、これ。俺は60点じゃない、60点取ってるから、ね。お待ちください。さっきは俺は火はありません。俺は60点取ってます。完全に天井で見てる試合でも俺合ってるし。見てます、別に。朝が来ました。初日の襲撃はありません。4番さんが発言します。個人戦で勝ってればいい、はい、お願いします。よし、試合負けてんだぜ、村がよ。いつも思ってしまうんですけど、簡単に勝てるゲーム毎回起こすんだもん。なと思ってます。別に潜伏する理由さえしっかりしてればね、そうだったじゃん。2試合目も狼がロラを飲んでたじゃんっていうのも言わないんですけど、疲れるんだけど、まあ、こんな簡単なことができない、ね、まあ、あたふたしちゃうなっていうのが、ロラを飲まないようにすんの、シンは。私の発言聞きたいなっていうのが、自分の進行論というか、さっきのゲーム、ね、俺責任ないからね、絶対に。まあ、自分っていう村一人が、だって客観的に見てみな。人外にヒントを与えてるとかっていう人ロラ信仰を褒めてる奴が心霊路なわけねえだろ、まず。急に自分の動きって変えるのも、マジで驚くんですけど、やっぱり褒める方が多いのかなって、すり寄り評価集のパターンの方が黒塗り、なんか正論ぶつけて黒塗りするより多いのかなって、なんでかって言ったとき、人って黒塗りされたらその矢印でその人に向くけど、褒められたときってどうしてもちょっとは嬉しくなっちゃうじゃないですか。だからそういう狼の方が多い印象。なのでそこら辺しっかり見ていきたいです。以上。5番さんが発言します。はい、お願いいたします。そうですね、4番さんが言うようにその褒めて、まあ、評価収するっていう考え方もあるかもしれないですけど、逆に狼としてはそれだけの考え方じゃなくて、やっぱり叩かないといけない、上げ足を取らないといけないっていう思考もあるんじゃないかなっていう考えもありますね、俺は。それとまあ4番さんは占い師に出てきてもらって占い師のことを精査したいっていうふうに言いましたけど、俺は逆ですね。占い師が出ることによってグレー位置を精査したいっていう思考の方が巡ってくるんで、4番さんがなんかちょっと思考が、俺とは全く違うんかなっていうふうな考え方かなって思ってますね。だからその2点については、なんかこう4番さんはもう偏ってるなって感じですかね。だからといってまあ狼で言ってるかどうかっていうのは生産には分かんないですけどね。6番さんが発言します。6番市民陣営でした。5番さん、4番さんがなんか変な白塗り褒めたら、まあ、ちょっと狼っぽいよねっていう発言を汲み取ってあえて攻撃したのかな、よくわかんないですけど、いや4番さんは占いは1周目で出てきた方が精査しやすいって言ってるだけですよ。であと、まあ、変な白塗りやめましょう。あ、変な白塗りはやっぱり狼の特徴だねって言ってるだけであって、上げ足取ってくるような狼の特徴もある。ただ、意見として出しただけで、それがないとは言ってないんですよね。なんで、5番さんの意見もそうですし、4番さんの意見もそう。ただ、5番さんが、変な白塗り、だけではないよねって、なんか指摘したように聞こえたんですよね。そこがちょっと印象が良くなかったです。なんか、こういうのもあるよねっていう話だったら分かるんですけど、なんか指摘っぽかったんですよね。以上です。はい、頑張りましょう。まあ別にカリカリしないし、一本しても出さないし、釣り出されたら出ます。その代わりランを早く組み直して。発言します。時間もったいないから。パークお願いします。基本的に、なんか通信が。例はグレー生産以外で。どんな場面でもフルオープンが良いと思ってるし、好きです。なので、医師も霊能も出てきてもらったら嬉しいかなと考えています。
まあ、4番から議論がこう発生してってるんだけど、まあ、占い師が1周目に出てきてほしいのは2枚3枚出てきた時にあたふたしちゃうからって4番が言ってたように俺は聞き取ってるんだけど、まあ、5番が占い師の精査をしたいからっていうのはおかしいんじゃないのっていう4番の指摘だったり、まあ、それは違くて6番みたいに精査がしやすいって言ってたよってああいうふうに聞こえてないから、もし本当に言ってたんだったら、まあ、俺の把握漏れで俺は言ってないと思ってるから、なんか5番6番が勝手に汲み取ってるように感じました。8番さんが発言します。ああこんばんは、はい、占い師で3番シロです。4番の言ってるのって、要はそういう自分のことを評価してくれる人にも目を向けろよっていう話だと思うから、ね、決め打ってくれっていう人をつって、うん、だからなんか、まあ、5番みたいに5番の4番への組み取りもちょっと変だなと思うし、ロラをロラ信仰を素晴らしいって言ってるやつを、まあ、まあ、新決め打つ村ってやばいと思うよ、これ。本当に。礼を持ってて何自分も釣り切ってくれって思うの思わないだろ。まあ、かといって。これは村がひどかったからね。まあ、俺の責任じゃないからね。俺は赤手じゃないよ、絶対に。ちゃんと言ったよ。礼決め打ってくれって。まあ、なんか俺が言えてれば別に赤手ないよ。俺が多分、心霊で、ロラしてくれって言ったら、まあ、評価できるのは6番。ロラしてくれって言ったら赤手よ、俺。これは認めるよ。俺の発言は当たってないから、注意喚起だと俺は思ってたんで。なんで決めてくれって言ってんのに、まあ、俺が2000円なの。5番、6番ともに、この4番の地点は違うかなと思ったんですけどね。はい、9番さんが発言します。いや、6番さん4の解釈間違ってると俺は思ってるから、なんか5番への指摘の仕方自体が、なんか不自然だなと思いましたけどね。5番さん多分勘違いしている人が何なのかよくわかんないけど。だって4番さんって、4番さんの人狼感をぶつけてるだけで、それが正解かどうかって実際ゲームしてみないとわかんないけど、私はこういう思考を持ってますって言ってて、まあ、なんだろう。その境界周知みた行動を取った時、なんか謎の白置きとかじゃないよね。理由がない白置きじゃなくて、狼ってヘイト管理したいから基本的に、人外要素上げるよりも白要素上げた方が戦いやすくないだから、なんかそこ言ってないよね。だから、6釣りますって話ですよね。あなたの発言です。はい、これから3章になるか分かりませんけども、はい。まあ、分からないですよ。1周目だけの発言だと。7と8の真偽もつかないから、2周目に判断しなきゃいけないんですけども。ああ、もう、判断というのはつかないです、まだ。はい。9が言う6が黒いかは、2周目聞かなきゃ分からない位置です。はい。別に分からなかったら分からないでいいんですよ、このゲーム。黒と言ったから、それが人、村だっていう、勝手に思ってる。人外も言えるだろうっていう。霊能を決め打つ気持ちがある人間を霊能が怪しむんだったら、もうゲームやめちまえ。もう、そんだけ霊能はもういらないだろう。存在する意味がないだろ。霊決め打つんだよ。それで一番怪しむならもうそんな霊能はいる価値がない。言っとく。あ、一番を別に釣り地舐めたらもうそんな霊能はいらない。決め打とうと思いがあるやつは村だろ、どう考えても傾向的に。脳死でロラをする。そういう村になるんじゃない。22場面になったら霊能決め打つんだよ。気持ちでやるんだよ。そういう気持ちで。2番。さんが発言します。はい、あ、わかりました。決め打ち進行しますね。そうですね、ナワさん三四郎で、八番さん三四郎、八番さん人狼、ちょっとわかんないですね、まだ2週目話聞かれてわかんないですね。もう釣り位どこでもいいんじゃないですかね。1番さん以外でいいんじゃないですかね。8番さん人狼だったら5番4番あたりに人狼いそうじゃないですか。ちょっとちゃんと聞いてかないと分かんないですよね。俺はちゃんと聞いてないし、騎士だからいいんだけど、別に騎士で出ても振り切られて、振り切れればいいよ。発言します。発言する前から収穫になった3番です。はい、よろしくお願いします。まあ僕が釣り位置でラス位置なんで、僕は乱指定しますね。3、2周目の位置で。
とりあえず4番さんの言っとった進行論で言うと、2番さんみたいな感じで1を白置きして1番以下で釣るを釣るって、こういう人が人外っぽいってことですね。なので確実に2番さんは釣り位置投げないなと思ってます。時点で5番さんかなと思ってます。はい、5番の4への素敵っていうのは不当だなと思ってる。話聞いてない5番さんいらんかなと思ってます。まあ、1日目に関してはいらない人間は釣っていこうかなと思ってます。釣る位置がおらんかった。で、なんだっけな、一番。なんか霊媒についてめちゃくちゃ熱く語っとったんですけど、そんなことどうでもいいんで、グレーについてもうちょい触れてください。はい。とりあえず一番が霊媒じゃないことだっけ、そういったってことで、ね。いらないんで、一番さんも。一番いらんけど、今のところ2、5が一番いらない。いらない。完全来る。誰だよ、霊能で出ないやつ。4番さんが発言します。はい、で盤面固めて、霊能者いますか、できるだけ早く出てほしいですね。自分は話しながら、まあ、出てください、できるだけ早く。自分は5番さんと9番さん評価ですね。5番さんに関しては、5番さんって、まあ、占い精査をしたいと思ってるんだろうよ、自分はラストウルフを探すよ、グレーを、占い師が出てきたところからグレーを探すよって言ったのが、自分結構村要素なのかなと思っていて、5番さんから偏った思考だよねって4番は言われたなんで霊能が出ないのもなんか多分5番さんとの4番の経験値の違いかなと思っちゃって、自分は占い精査さえできればグレーのラストウルフも見つけられるかなと思うんですけど、ラストウルフ1、まあ占い心境だったら分かんないですけど、5番さんの言ってる論というのも結構精査よく感じたんで、自分は言葉が違うというか、自分の発言に肉付けされてるような感じで、6番さんに4番が評価されてる6番さんの方が気になっちゃったんで、それを指摘できた9番さんが印象いいなと思っていたのと、1番さんに関しては、まあ確かに3番さん言ってる通り、霊能はないんだろうなとは思ったんですけど、分かんないなら分かんないでいいやつって、結構すがすがしくは感じたんですね。で、1番さんが言ってるのは、1周目じゃ分かんないし、7、8の審議も分かんないしって言ってたんで、あくまで2周目の1番さんの発言を聞きたいなっていうのと、これも3番さん言ってたんですけど、2番さんって1番以外でよくねって言ってる1番さんの村弾き要素が1個もないから、2番さんはなんで1番さんを以外でって言ったのかなっていうところですよね。だから1番さんはすがすがしいって言ったけど、2番さんも同じような発言してるけど、それはそれで1番さんの乗っかりのように2番さん見えたんで、1周目になんか褒められつつ気になった6番さんか、なんか発言がよくわからない2番さんって感じですかね。で、7、8に関しては8番さん振動っぽいけど、まだそれは強靭でもやり得るから、霊能がなぜ出ないんだろうね。5番さんが発言します。はい、まあだからこういうことなんだなって今自分、4番さんの話を聞いてね、なんか納得いくじゃないですけど、6番さん釣りか7、8釣りしたいよ、6番さんそういうことなんですよ。間違ってるからやらない。今俺4番さんから、方がないから褒められたような感じに聞こえたんですよ。俺自身が褒められたような聞こえてるんですよ、すごく。ってことは俺って4番さんの言ったように、あの4に人外は評価集するっていう論になってくるんかなと思うんです。守んないです。その場合って4番さんが初手の場面に、ね、それを言ってしまうと人外ってそういう動きを逆にしない。霊がそういう態度なんだから、しないけど、4番って2周目でそれをしたから、俺自身は4って村なんかなって思ってます、むちゃくちゃ。うん、絶対俺が4番の位置にいてそれを言ってしまうと、人外はそれを絶対しないから。だけど4って2周目にそれを俺にしてきてることっていうのは、自分で自分の首をね絞めるようなことだから、あの絶対狼じゃないっていう、俺の中でのね、もう4の村進行でいいかなとは思ってます。はい、ただ6がその初手でね、俺を叩いてきたことにおいては、その5からの4のそのタッチの仕方によってどういうふうに見えるかっていうのが俺には分かんないから、6も別に不当ではないと思ってる。6の見え方っていうのはまた4、5に対してどういうふうな見え方なのかっていうのがやっぱりあると思うから、まあ俺はどちらかというと1か 2かなって思ってます。なんかこう今までその4、5、6、8話してきた中のでちょっとよく分かんなかったから、1番2番どちらかかなって2周目話聞いていこうかな。9番さんはまだグレー位置かなって思ってます。6番さんが発言します。はい、まあ5番の言うのも確かにそうですね。ただ4番は6が
4に評価してきたって言ってるんですけど、評価してないですよね、僕は4番のことを。4番は、4番の進行論は、まあ、普通に聞き取って、5番が4番に対して、まあ、白置きされた人は、まあ、仲間って思っちゃうみたいなことを、まあ、言いたかったと思うんですけど、それを5番さんが、肉付けをしたように聞こえなくて、うん、指摘したように聞こえてしまったっていうことを言ってるんですよ、僕は。うん。で、4番は結局5番の発言は肉付けだったと言ってるんですけど、これが真偽はわからないです。うん。で、まあ、5番、9番を、まあ、4番が評価したと。で、9番、おかしかったですよ。いや、5番は、なんか不思議な、精査を、4番に対して不思議な精査していたと。で、6番が5番に対して指摘したのがおかしいって。え、どういう目線って思ったんですよね。5番不思議って言いましたよね、9番さん。不思議な精査してるって言ってるのに、6番が5番に対して指摘したのがおかしいって。意味は分かんなかったです。誰も指摘しなかったのが、ちょっともう意味分かんなかったですね。うん。まあ、2番が、8番ロージックの時に4号っていうのも、ちょっと理由も教えてほしかったし。うん。で、まあ、3番が、まあ、9番、6番に触れなかったところもちょっと気になった。まあ、いいんですけど。うん。精査自体は、そんなに強靭めは感じなかったんで、安心はしてるんですけど。はい。で、そんな感じで、今のところ、まあ、4番。7番さんが発言します。はい。まあ、釣りたいと思ったのは、4番か5番。時点で2番。俺2番の発言聞いたときに2番を釣りたいと思ったけど、6番が言ったように、8番ロジックで考えると相方が4か5っていう釣り位置の上げ方に、4番、5番自身たちが不自然さを感じてないのが、めっちゃ不自然だなと感じました。まあ、8番ロジックとか7番ロジックとか強振軸とか何でもいいんだけど、適当な釣り位置の上げ方じゃん、4番から。見た視点と5番から見た視点って、2番にそんな理由なしに相方が4番と5番だって言われてるのに、そこに対して不信感とか嫌悪感を感じないのは考察してるに感じませんでした。まあ、2番を釣りたいと思ったのはその理由がないから、6番とほぼ一緒かな。で、まあ、最悪で最悪3番の指示でこのまま霊能が伏せてていいんだったら、霊能を絶対的に保護するためだったら1番でもいいかなと思ってる。まあ、俺を釣りをした霊能はいらねえって言ってることから、1番の霊能はないから、まあ、間違って霊能を釣らないためだったら1番を釣ってもいい。4番5番2番以外からは要素は取れてないけど、まあ、1番9番6番からあんまり要素は取れてないけど、まあ、霊能の保護で100歩譲って1番でもいいかなって思ってる。で、狼だったらラッキーみたいな。まあ、それは3番の指示。絶対出た方が俺はいいと思ってる。最悪潜伏したら明日の初っ端なんじゃないと俺は信用しない。プレイが噛まれて、後々出てきても信用しない。8番さんが発言します。いや、純粋に潜伏しそうな霊能って2番ぐらいしかいないなと思ってるんですけど、1周目の話聞いて。うん、なんかそう思いません？ 4,5,6、まあ、3,4,5,6,9,1,2 って話聞いて、だからもう多分人外無線も2番例の透けてると思うし、うん、出た方がいいと思いますよ。まあ、怪しい位置は、まあ、4番9番かな、まあ、5番もだけど、なんか4か5にどっちか村がいたらやばいなって思ってる。どっちか人外おると思ってるから、なんか4番目線ってそもそも占いの精査すれば勝てると思ってる思考なのに、7、8に全く触れないから全然村っぽくないなと思ったし、なんか5番から4番へのなんていうの、その占いに関しての話だけ汲み取ってるし、5番から4番の1周目の指摘は汲み取れてないから、なんで4番そこ気にならないんだろうと思ったし、まあ6番の、あ、9番が6番が4のなんか何あれも全然違うから、6番って要は5番に対して4番に対しての組み取り違いよって言ってるだけだから、9番の6釣り、6が怪しいっていうのも全然おかしいと思いますよ。
なので9番陣外4号に1匹いて、あと7番かなと思ってます。2番が霊能とかで、で1番騎士とかじゃないんですか、あの発言、霊能は自分を指定すんなよみたいな、まあ、そんな感じで見えてるんですけどね。6番は2周目良かったと思ってるんで、6番の陣外だけはないかなと思ってますね、はい。じゃあ4球のランにしよう。8番の気持ちも含めて4球のランにしてみようか。発言します。4球のランにするわ。どうだろう。8番さんの方が2世っぽいけどね。じゃあ8番さん4投票できる？俺、2周目、6番さんの方が人間に見えて、4番さんの方が狼に見えました。はい。まあ理由は、6番さんの言った通りで、5番が不思議な人、ってなったときって、まあ、9視点って、4視点って9番絶対評価できないと思うんですよね。なんか4番さんの中で5番さんは、あなたの発言を5番さんが村でも汲み取れてないんですよ。絶対的に。そうですよね。なんかその状況下で5と9を弾く4番さんのロジックが謎で、まあ、言及聞くべきですよね。5番さんの回答って2周目に残ってるから。で、なんか話聞いてたら、5番さんちょろい村人かなって思っちゃいました。これが4番さんが1周目に言っていたことが起きてるような気がしますね。うん、だから、じゃ4投票しますよ、僕は。うん、です。で、まあ、俺、霊媒出ない進行の時って、まあ、対抗処刑しか基本しなくて、自分にガード寄せてって言いますけどね。まあ、その思考がどちらからもないのは不自然だったけど、なんか、8番の視点で、別、なんだろう、7番が狼か狂人かって分かってないんですよね。100% ですよね。うん。で、5か9かっていう目線もよく分かんないし。なんか、84のライン切りかなっていうか、俺は思っちゃいましたけどね。4いきます。あなたの発言です。はい。まあ、4球でいいんじゃないですか。うん。で、3番も込みでいいです。強靭あるんで、権限出すんで、4球のランで、3番も入れていいです。強靭があるんで。性能出さなくてもいいってありえないんで、3番いってもいいです。強靭で。7番もいっていいです。論外。3、7も含めていい。7釣りでもいい。基本4球、7、3投票してもいい。投票になったら俺に合わせて。あ、グレー守りはしない。こういう霊能は俺守らない。一切。グレー守りは、しませんので噛んでください。こういう霊能は許せないから、俺は。嵐と一緒だから、新霊能で出ない。3番も込みでいい。7番も入れてもいい。別に、そこは精査に入れない。ただ4球基本的に、ゲームするなら4球しなさい。3番、7番を吸っても別に文句は言わない。3番の7に霊を潜伏させる信仰はもう、狂人でしかない。村の信仰じゃない。出ないことで俺が出る羽目になってるし。7番も、霊がないから、うん、騎士があるに決まってんだろ。8番が正しいだろ。味わい進行でいけ。7すれ、明日。無理。あの発言。一番だけ唯一すれないだろう。あの発言聞いて分かんないか。一番が死んでしかないっていう。一番なんかすれないだろ、この村で一番。言ったよな。霊能を守ろうとする気持ちのある奴が、決め打つ奴が村だろう。二番は含めない。二番言ったら明日制裁釣り。論外。四級守れないのか？役職は俺だから、霊能いないから。グレー守りしない。狼に、それは言っとく。俺はもう嫌いなんだよ、こういう奴。潜伏する性能の霊能はもう消滅してほしいと思ってる。だから俺は守らない。意地でも守んねえから。もう7明日するから。4球。はい。4球。はい。4球のもう色は見ないと思って。もう霊能守りしません。はい。もう4球の投票で。はい。2番さんが発言します。てか、ルール上の問題なんですけど、大丈夫なんですかね？ルール上初日出るの？じゃなくていいんですかね？ルール的にはどうなんすかね？わかんないっす。いや、僕はですね、6番線騎士だと思ったんですよ。あ、潜伏 OK なんですね。じゃあ、ルール上問題ないから4と9でいいし、3番守らないからもう噛んでいいよ。ルール作って、ルール守ってるんだからいいんじゃない？もう、霊能が仕切らないんだから悪いでしょ？出て仕切ればいい。把握しましたというところで、まあ、3番さん隠しろなんでね。もう4、僕6番さんがね、最初騎士だと思ったんですよ。
一周目聞いた感じで、白かぶせてきた八幡さん適当に人狼で置いて、もうそこから繋げたら無理だから、当たりかなみたいな。霊能決めつやつがもう村に見えてないんだったら7番釣られればいいんだよ。何が霊能方だよ。まあなんか別にもう許さないから、8番方しか入れないし、もう知らない。9番さんの方が出そうじゃないですか。ただ俺が噛まれたらね、悩みしたら俺もちょっと一応八番で気持ちを組んで4番さん4球にした。こう1番さん3番と7番行きたければ行けば、基本4級と俺言ってるから進行上間違ってないよ。3と7行っても音も今回は音亀なしにすると言ってる。あんな人狼でするわけないじゃないですか。もう村でしょ。結果的にまあ騎士だったじゃないですか。で4番さんってその1番さんへの精査とかしないくせに2番の精査してくるんだみたいな、そういうのやめた方がいいっすよ。8番の意向は一応踏んだし、8番もしかも言えないし、自分で言ってから2番とここが相違があるんで2番追体ですとかなら分かるんですけど、一番についてどう思ってるの？本当に俺は駆け引きしないから。潜伏霊能はもう本当怒り、ま、怒り浸透だから。で、八幡さんあの霊能、霊能透けてる。わら。八番の霊能だったら嵐でしかねえだろ。守りがもう無理だろ。さんが発言します。面白いな。じゃあ一番ちゃん僕守ってね。僕、あ、スムラなんで。守らないです。まあいいんじゃないですか？ 4 級守らないって聞いてない。俺はグレー守らないんで、霊能で出ない場合守りません。透けちゃうけ。霊能では場合だけ守るけど、もう守らないです。俺の騎士が付けた時点でもう。4級で、4級ランで。3番守んないですよ。4級だったらな、でも霊能だって無理だから。の進行論って俺結構好きだったっす、ね。俺は言うこと聞かないやつは守んないから、もう7、8で、もう守らないって言ってるには守らない。これは霊能が悪いから、3が出てるだって守んないやったら俺が文句言われるけど、出てないやつでは守りません。俺、全然ヘッド変わんだろうし、まあ、あんちゃん噛まれるかなと思って、1日目で適当にコース通勤だった。もう潜伏選ぶんだったらもう無理だから。4級どっちでもいいんですけど、なんか4番の方は村っぽいなと思ったんで。はい、4番さん釣りたくないなーって、だからヘッド向いてるし釣りたくないなーって思いましたけどね、シンプルに。まあ、俺を強靭を消してくれるのは全然構いません。それで7、8、進路で、進路精査でもいいんじゃないですか。そしたら村目線も進行し、あの、視線働きやすいでしょ。グレーから別強靭探さなくていいんでね。グレーにラスール探した方が考察伸びやすいんじゃないですか。まあって考えれば7、8の占い、もう潜伏を選んでる人を守らないと俺は言ってるのに、そんなふりをしても俺さ守んないよ、本当に。知らない、守る価値はないんで。言うこと聞かないよね。はい、強靭じゃないんで。霊能が出てこないと100守んないし、もう守らないからもう。だったっけな。こうやって騎士を炙り出すやつは論外だから、だと霊能出て、仕切って、ゲームをしないと、人のためにやらなきゃいけないって言ってるのに。もう4と9の色はいいだから、どっち。多分、2番が霊能だと思うんですよね。今の発言聞いて、はい、だから釣れないから4級って感じですか。まあどっちでもいいです。はい、適当にやりましょう。適当に。2番がもう噛まれても、それじゃあもう2番が出ないなら2番が悪いから、もう投票してください。ルール上定職するって言ってる。7が4号上げてるから4号の可能性があるから、とりあえず4の方から色釣って、もう色が見れないから、もう新旧の気持ちでやる。霊能が悪いから。これただ4番は霊能じゃないと思うけど、絶対に誰やねんもうっていうレベルよ。7か8でもう投票を終了しました。2番だったらもうさすがにちゃんとプレイしないよ。追放されるのは4番さんです。4番の中、7番の中で4番でよくね。4番さんが発言します。じゃあ4、6、7ね、まあ、後ろ気で結果ここまで霊能が出てきてないんで、噛まれたら大変なことになるよっていうことを言いたいですね。あの、守らないです。これは僕の引きじゃなくて、霊能がこのプレイした場合に俺守らないって。守ってしまったら透け上がるから、これが許されてるから。これは霊能が赤点だからね。これは責任ないからね。だって一般常識の、一般のゲームでこれをやってるプレイヤーを守る気はないです。僕の責任ではないです。で、5番さんに矢印霊能が不適切で僕守れなかったら僕は文句言われてもいいです。8しか守らないんで別に。もう8の結果だけでいいです。5番さんは4番の解釈が違うっては言ってるけど、4番はこういう考えがあるよね。5番はこういう考えだよって言ってるだけな気がするんで。うん。でなんか9番さんはちょろい村が5番さんで、6番さんは村っていうのが全くわからないし、9番さんはもう4ロック4を黒塗りしたくてしょうがない人だと思ったんで、ただし9番さんで明日生き残って CO してれば、まあ、7進2の後に、その霊能を守るのは大人として守ってあげますよ。7か8の色味のために。そこは守るよ、大人として。初回は守らない。それは狼との一応あれもあるし、人に迷惑かける、そこまでして潜伏する人とゲームは成り立たないんで、これ守りません、一切。霊能で出ない場合には守ることはできないです。意味がないんで。
もう例が出てくれないからもう知りません。これは俺の責任じゃありません。ドンクロかもしれないけど、ただもうそのままお待ちください。例を守ろうとしてるかもしれないけど、7番が、まあ、7が嫌だったら一神が発生するから、それも例法につながるから、7神で8郎だったら操作されて3番が2番噛まれるんだろうけど、言ったこと駆け引きはしません。はい、もう8番守りを入れるだけです、僕はもう。昨夜襲撃されたのは2番3です。もう守りません。もう、霊が出ないならもう俺は守りません。3番3が発言します。4黒でしょ？残念でした。3番だろう、どう考えても。2番ってルールに抵触するだろう、だから3しかねえじゃん。ということで、昨日の投票結果から見て、5番、5番と7番でいきましょう。5、7、5番つ、今日で5番釣ります。はい。で、7、8どっちか新境で5番釣りましょう。1番飲めるそれ。いや、7、8釣り切る。7、8は新郎だから釣り切りで、いきます、釣り切りで。7番はないだろうってことでしょ。じゃあ飲めるね。じゃあ7番から釣ろうか、1番。今日7番釣って8番でいいっす。7から釣り切って。2番2例の押し付けといて。あ、くっ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 て感じですね。あ、じゃあ、私から教授に。2番はルールに抵触してるから、もう3でしかねえだろ、どう考えても。頑張ってね。本当に。頑張ってね。7番がおそらく、どうする7、8。7、8を釣り切って、5、6、9で殴り合ってもらいましょう。9番面で。ワンチャン9もあるか。え、7的に9で明日守るんで。ワンチャンあるか。普通によ7強の9、4、6もあるね。わからんけど。あ、これ次は守りますよ。次はもう守りますよ。7、8って噛めないから、もう3守りしないと、それはさすがに嵐だから。初回は守らないし。8番の方の色結果大事だから。9番は4球ランだけ4番に行くしかなかったっていう生産になるかもしれんからね。まあ、とりあえず今日は、今日本当、俺は5番釣りたいけど、まあ1番が俺の教授を追うんやったら、いや、まあいいです。3進進行で行くので、もういいです。どっちにしろ4番に投票入れてるのは別に、どっちだ。2番はルールに抵触するから出なきゃいけないっつってから2番じゃねえよっつって。まあ俺は今日で7番黒で4番は釣るわけねえだろ、もう勝手に。はい。まあ頑張って2番の例の追う進行を頑張って狼を飛ばしてください。ところでゲームするんだよ。3番守るから、次は守る。俺はゲームプレイヤーとして守らないとならない。あれ、グッジョブが起きるかもしれない。7、8を釣りましょう。はい。プレナイを釣って。まあ、3番さんが死んだろうとは思いますけど、まあ、1番さんの方に俺は従いていこうかな。7、8ですよ。7、8で、7番、8番のランで、7、8で、7番から行って、まあ、あまり、なんだろうな、3のやってることって、ムラリがないし、3の中で、2が霊能って言って、2を噛ませてるんでしょう。安心でいいんだよ。3番マックス教授なんでやる意味ないんで。要素って何なのかな。3番でしかねえだろ、もう思ってるんで。むしろ3噛まなかったことの方がマジで驚きなんだよ。7、8においては分かんないんで。3番はもう強靭ないから、3番7、8行こうとしてるから強靭じゃないからもう。4とつながれるのはどうなんだろう。まあ投票結果から言うと7なんかなっては思いますけど、4、7、ローローかなとは思いますけど。うん。行きましょう。これに従うんだったらもう7、8で。7、8でいきましょう。6、9で言うと、俺は9の方が変かなと思ったら、4を村置きしてる人間だから、もうさっきの2周目の時点で、4自身が狼の時に、初手に狼のやりそうな7番が4号を狙ってるんだから、もう今日7番からいきましょう。4号なんだから、7番のために4番含めだろう。4がやるかなと思ってて、4が、遺言で言ってったように、俺自身の考え方があるから4とは考え方が全く違うなと思うし、78釣り切って俺の中ではどちらかというと、で5、6、9殴り合ってもらって3番頑張ってって明日は、あのな、天秤系の人外もいるかなとかっても思ったりもするんで、なんだろう、一つだけに偏ってるなっていう4番さんの考え思考っていうのがなんかすごい硬いなって思っただけなんで、だけで別に怪しんでもないし、指摘したあの指摘もしてないかなとは思ってるんで、だから9しかないかな。6がそこ。6番さんが発言します。いや、5番さん、4番が3から黒出る前に、昨日の遺言黒すぎるの聞こえてなかったんですか？言ってること意味わかんなかった。いや、5番、肉付けし、もういいや。もういい、はい。まあ、盤面的には、7番が昨日4行ってないんで、てか、7番、8番、どっちも4、5、4、5って言ってて、ちょっと臭かったんですけど、どっちも4、5って言ってたんで。なんで、まあ、4、5じゃないところに、
まあ、要するに、あの9とか2とかに、まあ、もう1人ラストウルフいて、7、8、新強軸かなって思ったけど、まあ、この場面見ると、7番が4番行ってなくて、そう、4、5って言ってたのに9番行って、で結果9占いでしょ。まあ、占いだったら7番行きます。で、5番も今更なんか評価集のこととか言い出してるでしょ。ちょっと今のは臭かったんですけど、まあ、占えたら7、グレーだったら9行こうと思ってます。いや、本当に4番が結局6番をなんか評価してきたみたい、6番が4番を評価してきたとか言ってて、結局最後遺言で6番がなんかねじ曲げてきたみたいな。5番が肉付けしたように聞こえなかったんですよね。4番の初週の発言を。指摘したように聞こえたって、指摘してるだけなんですよ。それをなんか、1番もファッションでゲームする。なんかねじ曲げてきた。2番か。ニュアンスのこと言ってて、言ったことよくわかんない。釣られるけど。盤面上7、8だったら7番。グレンセサーなんて並べなくて、パッションって心も大事なんだ、このゲーム。知らんけど、4番は知らん。7か4か7、5かのラインでいいかなと思って。発言します。8の移行も組んで9、4にした。はい。まあ、俺は、昨日の9番の発言聞いて、8番に4番投票しろよっていう風に聞こえてたから、8、9かなと思ってた。9番が8番に対して4番投票できる、じゃあできる、俺はするよみたいなこと言ってたのが、投票を合わせろよっていう意思に聞こえたから、8、9狼かなと思って、9番に投票して釣れなかったから9番を占った。そしたら白だった。まあ8番が4番との相方で、相方に投票して、まあ、霊能だと思った2番を噛んでっていうのはあんま考えづらいけど、まあ、そうするしかなかったみたいなのもあるかな。1番と3番からの、まあ、ほぼ指定みたいなのが4球になっていて、4番が釣られそうな雰囲気だったのを感じ取った8番相方が4番を投票するせざるを得なくなって4番に投票して2番噛んで霊能結果を消そうとした。まあ、3番が強靭だったら白結果 100% 打つから、ほぼ真なんで、まあ、8番釣って、5番を占って、白が出れば、6番釣る。まあ、その間に7番も釣られるだろうけど、8番釣ってもらって、俺は5番を占う。で、終わんなければ、7番を釣ってもらって、最終日に6番。これで実施点は勝ち確。まあ、5番で黒結果が出たなら、5番釣れば終わり。まあそんだけですね。まあ一番俺に投票するって言うだろうけど、まあ俺の希望は8番釣りで5番を占わせてほしい。7、8のランで釣り切って5、6、9で殴り合ってください。8番、3番。プレイヤーとしてまともな道を選ばないと、3とか7を含めるのは別に、まあ、ほぼほぼ7で終わるとは思ってるんですけど、7、8のランで、まあ、4番狼だと、プレイヤーとして、9番に相方いこれは指定は出さないけど、7、8のランで、常識でやるの7釣られると思うよ。とか入ると思ってるし、8釣ってる村の方がどうかしてると思うけど。ただ9番で、俺がね、引っかかってるのは、じゃあ8番、4番いけるよねって、なんか俺のことを偽と見てる視点がちょっと俺は、まだ7番、8番。7、8のランで、今日はって釣り切って、5、6、9でやってもらうよ。8の精査してなかった。勝っても負けても、まず正しい道選ぼうよ。7、8比べて俺の方が2000人見えるんだって思ったけど。これ以上荒ぶれてゲームぶっ壊すわけじゃないから。まあ、4番のクローズもいいから、3も守る。2日目は守ると言ってる。大人として守らないといけない。はい、もういいんだ。初回は守らんと言ってるだけだから。かな。ここで守んないやつどうかしてんだろうってレベルだから。これが1番さん。昨日ね、俺守ってたら、俺噛まれる可能性だけど、まあ俺噛まれたらほぼほぼ、俺のシーンって村目線わかるから、うん、5番が仮に狼だった場合って8番噛まない。7、8のランで。この場合は9番、6番で釣れるから、まあいいかなと思ってます。はい。7釣ってください。7、8のラン釣り切って、9番、心境かどうかを確かめなきゃ、心労の可能性があるから。はい、7いきます。74。いや、だってさ、俺2周目の話聞いて4番さんのロジカル聞いた時人狼だと思って、どっちも押してんだよ。78が。どっちかライン切りしてるって思うじゃん。で、4番さんは8にだけ狂気念があったから、まあ相方、なんでこんなに俺って8の新世界が4番さんから決定されてるから、4890じゃない。
相手のゲーム別に完全に見てでも俺当ててるからね。普通のライン精査ですよね。あの赤点と足して初回から 5連続っていうか6連続で。まあ、5番強人っぽいけどね。だから7つって8つって終わんなかったら再生産。まあ、基本的に7釣りで終わりそう。だから7の思考で4番に2周目持ってた要素が欠如されて急投票になる意味もわかんないし、8球の目線もよくわかんないしね。です。以上です。いきます。なんか3番さん面白いね。うん。なんで面白いかっていうと、あの、4球のランって言い出したのは1番さんね。で、俺の 100% 投票位置4番って言ってるから、うん。大丈夫そうって話。しかもなんか、7番さんの世界線でほぼ三振前提だから、まあ、普通村の視点って、あ、2番が霊媒で3番強人かなとかあるんだけど。まあ、そこの思考がもう3番新前提で、別に3番さん陣外で新結果を間違って打った可能性ってあるからね。そこまでありますよ。うん。だって3番さん、いや、4村やろ。黒つこうみたいな。ありますよ。7いきます。あなたの発言です。はい。で占いを、まあ、釣り切、ランレ。占い釣り切りましょうよ。で、7、8が新居だったって確定させてから5、6、9で殴り合ったらいいんじゃない ?4 日目まで行くなら行ったで、ちゃんとゲームして。初回2、1番目で黒が釣れてる、両占いが白白だったっていうケースで、強人が潜伏してるかもしれないから。2番だったらいいけど、5、6、9に潜伏してるって可能性もあるから、まず7、8釣り切って、で、最後に4日目に5、6、9で殴り合ってください。静かに見守ってます。そこまで行ったら。はい。2番は一応ないですね。ルールに抵触してるかもしんないんだから、出なかったらやばいって言ってるから、自分が心霊能なわけないから。自分がルール違反してることが分かってたら、そこで出るから。つまり3番が心霊能ですね。4黒。もう3番死んでいいんで、もう、はい。7、8釣り切って、5、6、9で殴り合ってくださいっていう感じ。うん。まあ、進路だったらいいなって思ってます。はい。はい。心境だったら3択だけど、まあ、だから今日偽だと思う方からまず投票するべきだと思いますよ。うん。7番さんが自首しました。試合終了、勝利しました。